黒部市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。黒部市は富山県東部に位置する市。黒部川下流域にあり、日本海に面している。直線距離で約 40km 南東の黒部川上流には黒部ダムがある。 富山県の北東に位置している。北西部の平地に市街地があり、南東の山地は飛田山脈の端にあたる。隣接する長野県とは直接結ばれる一般道などがなく、新潟県に豊川市などを経由するのが最短となる。一般人は利用できないが、黒部峡谷鉄道、上部軌道、黒四発電所、黒部ダムなどを経て乗り継ぐことで交通機関を利用して、 大町と行き来するルートは存在する。合併前の2005年3月31日時点、の人口は37,039万人。旧黒部市新黒部市旧うなずき町が、中心の黒部峡谷鉄道やうなずき温泉を含む観光産業と、旧黒部市におけるファスナーやアルミ建材の製造産業がある。かつては、日本屈指の精錬所を有する工業の町でもあった。 1947年、駅の隣接地に日本工業と日日工業の出資による3日、市精錬所が建設開始。1954年からは電熱上流路で亜鉛を精錬していた。亜鉛の精錬は1999年に終了したが、敷地跡では2011年より JX 金属3日、シリサイクルがリサイクル事業を行っている。 市街地のほとんどが水はけの良い黒部川洗浄地にあるため、かつては水稲栽培が困難な土地柄であるが、昭和20年代に保水力のある赤土を角度する流水角度の手法により、水田の増生、収穫量の増加を見ることができるようになった。昭和40年代に入ると、市内の清殿所由来の肺炎や排水により、農用地においてカドミウムの集積が進行。 1970年には、富山県が市内の一部を暫定汚染対策区域に指定し、収穫した米の処分や稲作の中止が行われるレベルとなった。これら汚染地では、汚染度の除去と角度が行われ安全性が確認された場所では、汚染対策区域の解除が進められた。長年の対策の結果、地域の2014年度産の米のカドミウム濃度は、 食品衛生法が定める基準値を大きく下回るレベルとなっている。笑顔の力つなげる重い地域連携協定、小学校中学校電鉄黒部駅前高速道路、一般国道都道府県道基地の湧水巡り、うなずき温泉街、新川牧場などがある。黒部市黒部峡国口,口にあるうなずき駅からはトロッコ電車で日本有数の V 字国の黒部峡国が見られる。 ありがとうございます。